はい、こんにちは、ナバーロです。今日はね、急遽、動画を撮っています。本日ね、6月24日なんですが、フィリピンの前大統領のベニグノ・アキノ3世、元大統領ね、お亡くなりになりましたね。24日、病院に運ばれたんですが、お亡くなりになったということでね、ニュース流れてます。日本のニュースでもね、ヤフーニュースとかで出てますね。残念です。61歳です、すごく若いんで、まだまだね、元気でね、これからまだお仕事をね、なさるような年なんですけど、お亡くなりになりました。とても残念です。はい、皆さんね、ノイノイさんはあまり多分わからない方も多いかなと思うんですけど、名前がね、ベニグノ・アキノ3世ですね。お父さんがね、ベニグノ・アキノ2世って有名な方で、マニラでね、暗殺された方なんですが、彼の息子さんで、お母さんがね、コラゾン・アキノさんというね、また前大統領なんですがね、その方の息子さんで、とても優秀な方です。学歴としては、アテネのマニラの幼少期から、大学まで行って、経済学を専攻されてた方ですね。その後ボストンの方に行って勉強されていたそうですけど、とてもね、優秀で、アメリカにね、長くいたので、多分アメリカのこととか、そういうふうな、ことでコネクションがあったりとかしてね、大統領在籍時にはやっぱり、オバマ大統領とね、いろいろ親交があったようです。はい、それでね、日本にね、一度来日、最初来日してますね。1986年ですね。僕なんとなく覚えてるんですけど、岡川さん、コラゾン・アキノさん、大統領在籍時に、国賓として来日して一緒に来ていますね。その時の映像がね、多分ね、なんか YouTube とかに残っておると思うんですけど、ご覧になられると分かると思うんですが、で2010年の大統領選ね、出て、それで、第15代のフィリピン大統領になっています。で6年間お勤めになってお辞めになってますが、それからね、まあ、6年ぐらい経って今ね、今日ねお亡くなりになったんですが、とても残念です。本当に頭のいい方で、冷静で、すごくね、こうなんか静かな感じの優しいイメージの方ですね。だからで今のデュテルテ大統領とちょっとね、かなりね、タイプが違う大統領だったと思うんですがね、本当ね、60歳なんで、これからね、まだフィリピンのためにね、いろいろお仕事が、ね、できるはずだったと思うんですね。ただ本人もね、やっぱりね、それはね、半ばにしてお亡くなりになったので、すごくね、残念だと思います。で、お父さんがね、ああいう形でお亡くなりになったんで、その意思を継いだりとか、ね、しててね、やっぱりいろいろ志があったと思うんですが、ね、とても無念だと思っています。彼はね、1960年ですね、もう結構前ですね、2月8日、父、ベニグノ・アキノ2世と母コラゾンとの、ね、間に、3番目の、ね、お子さんとして生まれています。でとてもね、多分ね、可愛がられてね、育ったと思います。で、まあかなり、お金持ちの、家族だったんでね、すごくね、大事にされたんだと思います。で、まあ将来はね、やっぱり有望されていたんでしょうけどね、まあ、父がね、ああいう形で亡くなって、まあ、その後母がね、大統領になるんですけど、一回ね、フィリピンから追放されたりとかしてたんで、アメリカ、ボストンにね、住んでたりとかしました。ボストンって言ったら、ね、やっぱりなんでしょうね、僕のイメージだと、ボストンレッドソックスとか、ああいう風なイメージなんですけど、結構意外と金融とか学業が結構ね、進んだ都市なんだと思うんです。いろいろそこでね、学んだりとかしてね、かなり知識を得たと思います。はい、あとね、まあ信仰的にはね、カトリックですね、彼は。ただカトリックなんですが、避妊に対してとても寛容的で、避妊具を配ったりとか、そういうことをしたりとか、あと、家族の中での、家族、子供の計画とかね、ちゃんとするとかっていうことをね、提唱されてたようです。だから意外とね、私と同じカトリックなんですがね、かなり進んでる現実的な考え方なんでしょうね。まあそういう考え方もね、あるかなと思います。はい、すみません、ちょっと今、コーヒーを飲ませてください。今日はね、自分で入れてるコーヒーですね。よいしょ。今日はブレンドなんですけどね、これ。横浜のね、三つ本コーヒーっていうところのコーヒーなんですけど。うん、はい、すいません。今日はね、ちゃんと清掃してます。普段ね、なんか、汚らしい T シャツばっかりだったんですけど、今日はね、ちゃんとした、服を着てね、こういうふうにお話してるんで、真面目な話をしてますんで。
で、まあ、秋野さんね、2010年ね、フィリピン15代大統領ですね。フィリピンはね、6年で1期で、それ以上大統領できませんので、1回やったら終わりです。それで、ね、まあ、今回、デュテルテさんもね、もう6年、来年で終わりなんでね、これで おしまいってことなんですけど。だから6年間でね、どんなこう、お仕事できるかなっていうのがね、やっぱりね、長いようで短いですね。本当はね、だから 2期とかできるとね、もうちょっと、いろいろな政策を考えてね、それが実行できたりするんですけど、でも、ノイノイさんがね、どんなことをやったかっていうと、まあ、いろいろ調べたんですけど、僕がね、一番印象に残ってたのは、やっぱり、モロイスラム戦線ってありますね。二つあると思うんですけど、それのね、和平をね、やってますね。これあんまりね、日本で報道されてないんですけど、実はなんか成田の、あの辺でやってますね、会談を。で、和平で、いろいろ、ご尽力されたりとかっていうことをしてますね。だから、国内とかでできない、フィリピン国内でね、和平の調停ができないんで、やっぱり日本国で、やったっていうことがありますね。で、あと、最近ですと、今、ほら、スプラッティ諸島で、中国がいっぱい建物を建てたりとか、船がワムサカ来てるっていうことをやってますね。あれ、国際裁判所にね、提訴して、勝利してますね。だから、あそこは、まあ、フィリピンの領土であって、でまあ、占有してるのはちょっとおかしいということをね、そういう裁判の結果を勝ち取ったりとかしてますけど、まあ、でも、ノイノイさんがやってた時、やっぱりフィリピンと中国と結構揉めてたと思うんですね。漁民とか漁船が拿捕されたりとかね、いろいろされてたんですけど、結果的に、まあ、それは良かったのかどうかってあんまりよくわかんないんですけど、今の、だからデュテルテさんだともうちょっと中国、とこう中国寄りになっていたりとかするんですけど、あの時のノイノイさんが取ってた、やっぱり政策とかね、やっぱり中国とこうやっぱり対峙するようなね感じの政策を取っていましたね。やっぱりまあアメリカととてもね仲が良かったとかね、オバマ大統領と意外と親交があったようなので、やっぱり親米なんだなっていうふうに僕は感じてました。はい、まあ、デュテルテさんになってからね、やっぱ現実的な路線という方にね、やっぱり変わっていったと思うんだよ。まあ、どちらがいいかっていうのはね、ちょっとね、今言えないんですけど、まあ、ノイノイさんが、まあ、そういうふうにね、自分の信念でやってたことはね、それはそれでいいのかなと思います。あとね、ノイノイさんは、生活的には、生涯独身でしたね。フィリピンのね、歴代大統領の中で、未婚だった方は彼だけですね。まあ、一回結婚をするようなことがあったらしいんですが、まあ、それはね、なかったらしいです。まあ、いろいろ私生活でいろいろなことが言われてますが、まあ、それは彼の私生活の問題なんで、大統領とかのこととはあんまり関係ないので、まあ、この場ではあんまりお話しできないんですが、まあ、とてもね、優しい感じの方です。大物の方で。今、だから、今、デュテルテさんが大統領なんで、それとその前の大統領だったんで、まだやっぱり見たりするんですけど、とても優しい話し方をしてて、とても丁寧な方だったと僕は思っています。本当ね、残念です。まだ61歳なんで、政治家とか、まあ、実業家としてはまだ全然若いですよ、60代。これからだと思うんですけど。死因はね、なんか日本の、先ほど述べたかな、日本のね、ヤフーニュースとかだと、死因は不明ってなってますけど、フィリピンのね、なんかニュースとかだと、癌でお亡くなりになったっていうふうになってますね。だから母とかと同じ病気ですね。お母さんも確かなんか癌でお亡くなりになってるんですけど、とても残念です。ご冥福をお祈りします。今日はね、まあ、こんな話をさせていただきました。最後まで見てくれてありがとうございました。